107系電車は1988年から1991年にかけて製造された東日本旅客鉄道の直流通勤系電車である。1988年から2017年にかけて主に日光線や両毛線など北関東の直流電化路線で運用されていた。2017年の定期運行終了後は一部の 編成が上新電鉄に譲渡され、上新電鉄700系電車として運用されている。本校では700系電車についても説明する。1980年代後半の日光線、両毛線など、北関東支線区の普通列車には、急行列車の廃止で余剰となった165系、急行系電車が多数転用されていた。しかし以下に示す、問題点が発生していた。 非効率な状況を打破するため、国鉄分割民営化によって発足して間もない JR 東日本に臨まれたのは、時間帯ごとの需要に柔軟に対応できる車両の開発であった。以上の経緯から誕生したのが雲波 107K 区波106型から構成される本系列で以下の特徴を持つ。なお、履歴母上は六十五系からの改造ではなく、心臓扱いであり、 車席上のつながりはない。設計は JR 東日本東京圏運行本部、車両部研修課に設置された107系電車車内、心臓プロジェクトチームと東急車両製造が担当した。JR 東日本として、車内心臓は初めてのことであり、材料からの製造は困難であることから、製造当初はいずれも加工済みのつま構えからだと、 長手方向に3分割したが赤前からだ、屋根構えからだ、大枠を、等級車両製造から購入し、自社工場で組み立てを行うノックダウン生産を実施した。これは1989年度までに製造された例、番台全編成と100番台115編成までで、1990年度製造の100番台116から119編成は、 さらなるコストダウンと技術力向上のため、構えたい部分から部内製作を行った完全な申請車体である。例番台車内100番台車内区波106から7、運転台編成全体外観車体形状は、日本国有鉄道が1981年に申請した105系申請車に準じており、20メートル級普通構成車体に半自動式の両開き扉を、 片側3箇所に設置した。ただし度合い値については、将来のワンマン運転を考慮し、特に運転台側の客用扉を119系、同様105系に比べてやや車端部に寄せている。前面は105系に類似した切り妻の貫通型で、105系と比較すると前照灯微灯の配置が垂直方向から水平方向に変わる。配慮期は、 申請時から装着されており、電気連結器部分を避ける形で左右に分割した形状となった。客室側窓は加工式1枚窓を扉間に2枚と戸袋窓を設置するが、1989年製の100番台二次社からは戸袋窓を配した上で加工窓3枚とし、後に申請された719系に類似した窓割りとなった。座席は、 ラッシュ時における混雑緩和のためクハ106系のトイレに対抗する部分を除いて、全席ロングシートとしたが、長時間乗車を考慮して、座面奥行きを確保した上で、深い位置で自然に座れるブリッジシートと称する形状である。一人分の区画を明確化し、座席の定員乗車を促す、副次的効果も持つ。冷房装置は、 クモハ107型に AU79A 型集中式1機、クハ106型に165系廃車発生品である AU13E 型分散式6機を搭載する。このため両形式では、天井構造が異なり、冷風吹き出口もクモハ107型は平ら天井ラインフロー、クハ106型は装置個別直接式を採用する。119系に順じた 1M 方式を採用。 主制御機は、勾配区間での運用に対応するため、立行。そもそも即時ともノッチ戻し制御可能で抵抗。弱め開示制御方式の CS54 バイト型を搭載。ブレーキはそもそも即、発電ブレーキ併用を過重装置付きセルド、電磁直通ブレーキで、165K からの発生品に、大過重装置を付加して採用した。 走行機器も165系からの採用品で、台車は、モハ107型は、DT32 系もしくは、DT32 バイト型、クハ106型は、TR69 バイト型を装着。DT32 型では、車体重量の増加に伴って、軸バネを新設計のものに交換した。運転台側台車前くらいには、雪かき機を装備する。主電動機は、 定格出力1 2 0ットの MT54 バイト型もしくは MT54D 型4機を永久直列接続とし、普通列車運用での加減速頻度向上に対応するため歯車比を165系の1、4.21から1、5.60に変更して、軌道加速度を向上させた。パンタグラフは国鉄型電車の標準形式である。 PS16 型をクモハ107型に搭載する。補助電源装置はクモハ107型に165系から採用品の容量119馬の電動発電機を搭載する。一方で空気圧縮機はクハ106型に搭載する。分割、併合時の作業簡略化のため電気連結機を装備するが、計76系ジャンパ連結機3機も装備するため、 上述する制御方式も含めて115系や165系などとも、並結可能な構造である。1988年5月から10月にかけて、大宮、大井、大船の各工場並びに、忍一車両所で製造された日光線165系、地漢用2両編成8本系16両のグループ、小山電車区に配置された。 クモ派の定員は134人、ク派の定員は130人である。勾配区間での空転対策としてクモハ107型の正面下部左右に砂箱と台車に砂巻き装置を装備するほか、寒冷地での運用も考慮され、冬季化戦争使用パンタグラフを4から8は新生時から装備し、1から3にも1998年に追加装備、した。 異常気象発生などの運転速度制限が行われた際に、機器類加熱による破損を防止する観点から、時速 15km 運転用スイッチを搭載する。当初の車体塗装は、公募によって決定したもので、クリーム10号を地色とし緑14号で日光線の頭文字 N をあしらい、前くらいより雨どいした2ワンポイントとして、心境をイメージした赤1号を排したものである。 2008年3月から車体にステッカーの調布が行われ、2009年3月からは以下の塗色変更が N2 編成から実施され、2010年1月17日をもって全編成の変更が完了。旧塗色での運用を終了した。例番台製造後の1988年11月から製造開始された高崎市社間内地域輸送用の2両編成19本。 K38 両のグループ。ン番台に加え工述する二次車からは、長野、郡山の両工場も製造を行った。新前橋電車区に配置された。車体塗色は、クリーム15に、緑14号とピンクの帯を総庫に通したもので、あるが、1988年から1989年上期。 製造の一次車と1989年下期から1991年製造の二次車では、外観上の設計変更が行われ、後者では、飛袋窓の廃止と窓割りが変更されたほか、新生児から ATSP も搭載する。例番台との相違点は、砂三装置、下取りパンタグラフは未搭載とした上で、大雪ブレーキを装備するほか、新越本線、 横川軽井沢間の薄い峠で e f 6 3型による、軽飲、推進運転に対応する、横系対策を施行。識別のため側面形式表記直前に40ミリメートル系の丸印が表記された。例番台との並結運転も可能。小山車両センター配置の N1N8 編成が、以下の区間で運用された。 2013年3月16日に実施されたダイヤ改正で2 0 5系6 0 0番台に置き換えられ、定期運用を終了。同年6月に全車が廃車され、番台区分消滅となった。高崎車両センター配置の R1、R19、編成が以下の区間で運用された。車両受給の関係から、相互の貸し出しも行われ、定期検査。 修理などで不足した例番台のダイソーとして100番台が日光線で運用されたことがあった。また、両毛線から宇都宮線、小山黒磯間に乗り入れる位置を往復に充当された時期もあった。2016年より211系による地下上げが開始され、上越線乗り入れ区間を除く両毛線以外からは定期運用を終了し、同年7月14日に4本8両が 2017年には4月21日6月24日に各4本8両合計16両が廃車8月23日には2本4両が後述する上新電鉄へ先行して譲渡残った5本10両も同年9月をもって JR 東日本での定期運用を終了その後10月1日7日に100番台が運用されていた4線にそれぞれ乗り入れる 団体専用列車を最後に運用を終了した。10月中に4本8両が上新電鉄に譲渡され、譲渡されなかった R1 編成は11月1日付で廃車となり、バンダイ区分及び形式が消滅した。100番台のうち2次社グループである R7R8R13R16 の6、編成12両は上新電鉄に優勝譲渡された。 2018年10月には、そのうち1編成の転用改造が進められている様子が公開され、2019年3月10日から700型として上新線で運行を開始した。2020年2月現在では5編成が運用されている。2両編成のワンマン運転として運行されるため、先頭車の運転台にワンマン運転用の客室扉の開閉スイッチを取り付け、 助手席側の運行番号表示機が取り付けられていた、位置にワンマン表示の設置。車内は運転室側に、両替機能付きの運賃箱と乗車整理券発行機、天井の運転室側と中ほどに、枕木方向に、LCD 車内案内表示機の設置がなされた。同時に、座席や化粧板も全面的に更新されて、バリアフリーに対応したスペースも設置された。 外見上の変化は、営業時に連結運転をしないことから渡りいた、ホロを撤去、全面スカートの開口部を封じたほか、転落防止ホロを装備し、上進連鉄仕様の無線アンテナと密着自動連結機に変更するなど、細部が中心である。なおトイレについては、窓はそのまま残されているもののお物処理タンクなどの設備が撤去されて、業務室となり、 営業運転時は閉鎖されている。日常原作及びアニメ本編に登場する。上新電鉄700軽電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。